はい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので、また QR コードで読み取っていきたいと思います。はい、ゆまぴーちゃん、クール系第一印象クール、特徴控えめ、注意深い、しぶとい、論理的、口調が淡々としている、きっちり型、何でも真面目にこなすタイプ、おとなしめだけど言いたいことは言う、ルールを破ることはほとんどない。おお、めっちゃいい子や。クール系か。見た目的にはなんか、なんて言うんやろ、クール系って感じせんけどね。すごい可愛い。え、なに？ん？マンション？お、ミーニュースが。ほいほい。お、マンションの改修工事完了。ん？マンションの改修工事完了。ちょっと目を離した隙に？そんなことないやろ。あ、螺旋階段あれ。え、ベランダかな？おー、すげえ。なんか外にベランダか階段か知らんけど、できたね。え、みんなどんだけなん？ちゃんと住んどる？ちょっと目を離した隙にとか、工事してることに気づきませんでしたなんてことないと思うんやけど。おシャンティー。おシャンティー。それが挨拶なんかな、キングの。お腹がペコペコです。お腹がペコペコ。それじゃあね、じゃあいくらでも。宝石を回せる都の輝き、芳醇な味わいと歯ごたえを存分に。おシャンティーにいくらを。はい、いいな、いくら丼食べたいね。お、すごく美味しかったようです。そりゃそうだろう。でもお腹ほぼ満たされてないね。お、レベルアップした。じゃあね、どれをプレゼントしようか。歌かな。歌で、ちょっとキングにはヘビメタを歌っていただこうかな。全然衣装とかと合ってないけどね。歌ヘビメタをプレゼントしました。お、なんかできたよ。え、向こうの島になんかできた。ミーニュース。ほいほい。お、写真館がオープン。え、そこでさ、今まで撮った写真とか現像できるんやねん。おお、すごいね。へえ。島の住民全員で写してみようや。すごいすごいすごい。ほいほい。ちょっとミーニュースまた確認しておこうかな。ユニポンちゃん。ほいほい。お、チャーリーさんの誕生日、マジっすか。あゆなしのホテル。おめでたいね。ももちゃんに続いてチャーリーさんが。ももちゃんおるし。ハッピーバースデーっていうのがなんか。おー、チャーリーさんおめでとう。おめでとう。いいね、いいね。うん。あ、オムライスある。マジの耳に聞きました。チャーリーさん、ケーキを開けてください。へぇ、誕生日の人に。素敵な一年になりますように。ね。素敵な一年になりますように。マジのいいニュース。はいって、めっちゃ冷静やった今。一緒に遊びませんか？遊ぼう、遊ぼう。お、対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。スタート。先行と後攻、どちらがいいですか？ちょっと先行のカードも覚えたいから、後攻で。どれかな？小ずるいやつ。ほいほい。困ったぞ。まあそりゃね、1枚目だからまだ。
それ何？イカリング？マユラのそっくりさんの番です。はい、じゃあここを台湾です。ここ、ほら、こういうことよ。マユラのそっくり、はい、ここユニコンです。おお、今のはちょっと奇跡やね。あー、スノードーム。ここ。あー、ダメだ。イカリング。あ。おー。ね、そりゃそうだよね。あと分かっとんのは、スノードームだけ。これは取られるんじゃないのかい？あー、どっちやろう？出てない。あ。負けたじゃねえか。負けたじゃねえか。高校だったのに。また遊んでください。うん、また遊ぼう。ティッシュをありがとう。僕と遊びましょう。遊ぼう、遊ぼう。一人で絵を合わせ。今度一人か。二枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前にすべてのパネルを揃えられるかな？スタート。そっか、一人よね。キング。フォアグラ。ここは。ステーキ。キング。キングと食べ物の組み合わせが。ここ。黒影さん。アリスちゃん。あ、黒影さん。こっちは、フォアグラ。あれ、フォアグラどこ行ったっけ？こっちか。あれ、ステーキだ。あれ、ステーキ。ステーキ、こっちか。あ、フォアグラだった。見た目が似てる。全然違ったわ。残念でしたね。また遊んでください。ほい、遊ぼう、遊ぼう。ありがとうね。トイレットペーパーをもらいました。はい、ということで、ま、今回はこの辺で終わりたいかなと思います。はい。ということで、今回もやっていきたいと思います。で、今回もまた、この島に住んでもいいよという方が何名か来てくれたので、QR コードで読み取っていきたいと思います。入る。はい、じゃあ QR コードを読み取っていきます。はい、一人目は、なっちゃん。ノリ系、第一印象奇策。特徴、直感&勢い重視、大雑把、直感的じゃない、楽観的、熱しやすく冷めやすい、キラキラ型、みんなのアイドルタイプ、いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。アイドルタイプも集まってきたね。すごいわ。ぶつからないもんかね。はい。二人目は、ねむちゃん。なごみ系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ、急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。あ、私と一緒や。やっぱり、なごみ系、多いね。集まってくるね。コメント欄でも、あゆな島のなごみ率の高さって言われたけど、ほんまその通りやわ。はい、オッケー。一緒に遊びませんか？遊ぼう、遊ぼう。遊びます。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。しましょうよ。でもトントン相撲ってさ、私実際のはさ、あんまやったことないんよね。でもなんか昔、とか子供向けの雑誌とかに、付録ではよくついとったかなって感じ。だから今の子供向けの雑誌ってすごいよね。なんか進んでない？なんか、私が子供の時にこんなんあったら絶対楽しかったやん、みたいなもんめっちゃついてるし。めっちゃ必死なんですけど、チャーリーさん。顔。チャーリーさん、顔。そうそうそう、キリッとしといて、キリッと。負けた。だって、チャーリーさんね、顔で笑かしに来るんやもん。ひどくない？また遊んでください。こっちこそ。てか、にらめっこしよう。にらめっこ。にらめっこしましょうよ、ちょっと。おなじみのミーニュースを見ていこう。11時になりました。どうもどうも。お、黒影さんの誕生日。みんな結構誕生日近いんやね。ね、連続で。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。
ハッピーバースデー、ディア黒影。おー、いいね、いいね。なんか知らんけど、私、毎回このハッピーバースデーの言い方に、言い方にめっちゃツボるんだけど。ありがとう。黒影さん、誕生日おめでとう。ふぅー。マジノミに聞きました。お。一年なんて、早いものです。なんかもう、達観しとるね。おめでとうございます。はい。はい。マジノミニュース。どうもどうも。やっぱりニュースの時にはハムスター脱ぐんだね。マンションの屋上。ほい、屋上に行く。ユニポンちゃんどうした？なんかものすごく黄昏れてらっしゃ、寝てるの？違うよね。目開いてるもんね。黄昏れてるの？怪しい角度になりよってやばい。ちょっと食材をいろいろとまた買い込んでおこう。エビチリ。ケチャップの味が子供から大人まで大人気。エビの歯ごたえが命です。じゃあ、エビチリを、5つほど。エビチリってなんか給食でよく出よったけど、あんま好きじゃなかったよね、私。買う。そして、おにぎり。あなたのために一生懸命握りました。何が入っているか、食べてからのお楽しみ。私は梅干しが一番好きよ。いいよね。コンビニのおにぎりとか結構好きやけど、私は。まあ、まずいっていう人もいっぱいおるけどね。で、餃子。本場の味を知ってますか？羽はさっくり、皮パリパリ、中はジュワーです。羽いいよね。餃子の羽。美味しい。餃子はちょっと焦げとるぐらいの方が美味しいな。まあ、焦げは体に良くないっていう聞くこともあるけど。諸説ありやけんね。多分。ショートケーキ。いちごとクリームをたくさん使ったケーキの王道、自分へのご褒美に。私はしょっちゅう自分へのご褒美を買っている気がするけど。まあ、デザートは、食べたい時に食べたいだけ買って、自由に食べる。オッケー。お、洋梨。私、果物の中で梨が一番好きでさ、洋梨食べてみたいんやけど、普通のさ、和梨となんか違うんかな。芳醇な香り、まろやかな口当たり、洗練された形もキュート。形かわいいよね。買う。で、これも5つほど。誰か洋梨食べたことある人ある？ん？食べたことある人ある？なんか日本語おかしいけどいいや。はいはい。はい、ということで今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、ちょっと女の子の方がもしかして少ないかなと思ったので、今回私の友達に協力してもらって、友達の QR コードをちょっと読み取っていきたいと思います。はい、ということで、なみちゃん、ノリ系、第一印象気さく、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、メラメラ型、突っ走る熱血タイプ、面白いことがあると周りの人を巻き込んで楽しむ、多少強引。メラメラ型初めてやね。おお、いいじゃんいいじゃん。みんなをちょっと引っ張っていってくれ。多少強引なのはちょっとどうかと思うけど。食べ物、お宝、モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。スタート。ほい。モザイククイズ。第1問。ててん。これが何でしょう？ん？ピーナッツ。すごい、消去法ですけども。答えは。そんないっぱいあったんや。1個だけかと思った。次へ。モザイククイズ。第2問。ててん。これが何でしょう？ん？お餅的なものかと思った。かしわ餅かと思った。全然違うな。お茶か。ほい。答えは？パチ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 。次へ。次へ。最終問題。ててん。これは何でしょう？ん？キウイ。あれ、下の皮やろ。セロリはもっと細いはず。イエーイ。私、キウイめっちゃ好きよ。おめでとう、ありがとう。愛媛県は実は、キウイの生産量が日本一っていうのはあまり知られていない。お、ってことは、おっきいのもらいまーす。なにそれ。お、縄跳び。お宝縄跳びをもらいました。イエーイ。ゆまぴーちゃんの夢を見ていこう。
なにこれなにこれなにこれ、こわ、え、なんか最初チラッとホラーだったんだけど、ちょっとホラーだったけど最終的になんかギャグみたいになったね。ダウジング、どんな夢だい。そして二度寝、みんなのあのスッって寝ていく感じ面白いんやけど。どういうわけかお宝ダウジングロットを拾いました。これは本当になぜ、どういうわけなの。なんか今日なんかあった、ダウジング要素。どんな夢見てらっしゃるの。ん、魚だ。それ俺の分だよ。餌かな、餌の、うお、びっくりした。そうかそうか、そっちだったんだっけ、忘れてたわ展開。びっくりした。絶対魚に目が行くよねあんなの。ん、これは鍋、夢か。そりゃ夢だよ、大丈夫だよ。どういうわけか食べ物ちゃんこ鍋を拾いました。ちゃんこ鍋。マサオさんも寝てるな。みんな結構寝てるんですけど。起きろよ。さあ、ミエニュース。お待ちかね、ミエニュースを。6時になりました。お、黒影さん。ミエニュースをお伝えします。ほいほい。お掃除評論家、床ゴロゴロ掃除法。お掃除評論家だったの。ケン君。何これ、私の思ってたゴロゴロと違うんだけど。それは、調理師か何かの服ではないのかな。しかも真っ白だよ。納得できません。だよね、だよね。私も納得できません。え、もしかしてそれでみんなゴロゴロしてるの。今日は私の弾丸夢ツアーが行われているからね。うわ、老けた。50年ぶり、なんか、そうっすか。チャーリーさん、なんか、目がキラキラしましたね。どういうわけか、お宝、杖を拾いました。は。おはようです。おはようです。夢の感想は？ないんかい。さあ、夢にお邪魔しますよ。え？何それ、どういうこと。え、ちょっと待って、ちょっと待って、どういう設定、ちょっと待って、設定が分かんない。変身した、変身した、ちょっと待って、ちょっと待って、誰。待って待って待って、何それ。しかもあの妖精シンくんやろ。いや、なんかいろいろおかしい。どういうわけか、服、戦隊ものヒロインの服を拾いました。あ、服ゲットした、マジで。ありがとう。ありがとう。待って、ちょっと。やばいな、つぼるわ。おはようです。素晴らしい夢でした。ということで、あ、ネムちゃん。じゃあちょっと最後にネムちゃんの夢を見て、どんな夢かな。あ、落ちるやつだ。めっちゃ落ちるやつだ。バナナ食べて、それ。お、くっついた。よかった、無事。無事。そういう問題。どういうわけか、お宝風船を拾いました。じゃあちょっとさっきの戦隊ものの服を。さあ、ナミちゃん着替えるんだ。ナミです。みんなでワイワイ騒ぐのが好きな女です。みんなでワイワイ、いいね。引っ張って引っ張って。人生、楽しまないと損ですよね。そうそう、人生一回きり、楽しみまくろう。ってことで、え、服あげれね。あ、あげれる？これで。じゃあ、ちょっと。どれか？はい、戦隊ものヒロインの服。あ、アボカドグリーン。強くて可愛い戦隊ものヒロイン。こんなキュートな子に成敗されたい。え、買ったら1万円するん、たっけ。黒影さん、ありがとうね。これで、ナミちゃんが変身できるよ。じゃらーん。すごく気に入ったようです。よかった、よかった。よかった、よかった。黒影さんのおかげだからね。変身できたの。変身って言っちゃってるけども。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。
で、今回も新しくこの島の住人になってもいいよという方がいらっしゃったので、今からまた QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、ってことで市役所で QR コードを読み取る。はい、ココちゃん。ドライ系第一印象自信家、特徴形式的、負けず嫌い、短気、ズバリ言い切る、成果にこだわる、テキパキ型、強気に頑張るタイプ、目標が高ければ高いほど燃える、少しおっちょこちょいな面も。そういうなんかギャップ的なのはいいと思うよ。自信家か。でもなんかそんな感じに全然見えんのね。オッケー。なっちゃんと友達になりたいです。お、なっちゃんと友達に。どうぞどうぞ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？どんな話をすれば。面白い話、世間話、頭を使う話、真面目な話。世間話とかちょっと。あのこいつありがとうございます。ではちょっとお話ししてきます。はいはい。見た目は大して変わらんのかな、別に何の話をしようと。やっぱすごいな、この部屋すごいよね。ほら、ちゃんと電話の線も揺れてるし。やっぱ動きよんや。アスムファイト。どう？あ、よかったー。ちょっと一瞬ダメやったかなって思ってしまった。うまくいきましたー。ありがとうございます。やったね。おかげで友達になれました。どんどん交友関係を広げてくれ。やっぱり、友達が増えたら満足度が一気に上がるね。なになに？お、実用品 AR カメラをもらいました。一緒に遊びませんか？うん、遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。ババ抜き久々やね。これ結構好きなんよね。じゃあ、じゃあ、表情。これもほらいい。はぁ、なんてこと。お、めっちゃ高速なんやけど。さすが。なに、そっちを取れって？やだや、こっち取るよ。イエーイ。その手には乗らない。ごめんね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。取り替えなんでください。じゃあ、ちょっと謙虚に真ん中。ん？ダンベルをもらいました。鍛えなければ。じゃあちょっと、さっきあげた。ラップを聞かせてくださいまし。あ、すごいね、いいね、いいね。みんな服装かっこいいんだけど。おー、くらくん結構ハマってない？サングラスもいい感じで。おー、いいね、いいね。ユニポンちゃんとかもさ、めっちゃなんかお姉さん系の服を着てる。マネーはない。遊ぶのにお金は大事。ね。いいね、いいね。おはようございます。今日はワンコはいないの？あ、もしかしてあの犬レンタル券ってさ、好きな時に、この住民の好きなタイミングで犬を借りてこられるってやつかな。多分前回見たとき普通におったもんね。お、せつなくんとお友達に紹介するよ。ほんとね。頭を使う真面目。世間話ぐらいがいいんじゃないかな。またしても。ほい、いってらっしゃい。ドアップ。みんなあれどこ見てんの？カメラ？隠しカメラですか？話してる話してる。お、いいやんいいやん。笑ってくれよりよ。これはいいね。いったね。ほい、うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、これからも仲良く。お礼にこれもあげます。なになに？また必要品モビールをもらいました。これ誰かにあげることもないんだよな。浜辺をちょっと覗き見しに行こうじゃないか。ん？
これは。え、一人？一人って叫んでも聞こえんけどさ。おお、え、今の。ちょっと待って、ちょっと待って。え？私はね、私はこう、てっきりさ、二人が浜辺で語り合いよるような感じを想像しとってさ、よっしゃ、覗きに行ってみよう、しめしめとか思いよったのに、ひたすらケイ君が走り回りよってさ、それをなんか、なっちゃんが止まってじーって見よるっていう、なんかシュールな絵だったんだけど、何事？まあ、じゃあミーニュース見ていこっか。ん、なんか今回音楽違くね？一緒かな？ほいほい。え、もしかしてあの浜辺ってローストビーフが浜って言うん？おぉ。てか、あの二人の顔。あの二人の顔。え、あれってさ、え、せつなくんと、お、やっぱり、せつなくんと、くんと黒影くんやろ、あれ。え、てか、犬の足跡みたい。キング、自分が出ることしか考えてないし。え、あれじゃない？ケイ君の足跡じゃない？はい、ということで、今回はじゃあこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。で、今回も新しくこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードで読み取っていきたいと思います。はい、QR コードを読み取る。ほい、ということで、さきちゃん、ノリ系、第一印象奇策、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、キラキラ型、みんなのアイドルタイプ、いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。ほい、オッケー。お、さらに交友関係を広げていくつもりだ。あきちゃん、紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？ね、聞き手に回る、手短に話す、礼儀正しくかな。ほい。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃいまし。みんなもきっと応援してくれよりよ。お、来た来た。お、そういう感じ？そういう感じであるんや、扉。へぇー。初めて知ったんだけど。上に開くんだね。どうよ。え、どう？ダメだった？もしや。まだ友達にはなれませんでした。なるほど。あとちょっとかな。何回か繰り返しよったら多分大丈夫やと思うよ。おはようございます。どうしたどうした？せつなとは合わないと思っているのですが。え、マジで？私とせつなのこともどう思いますか？え、マジで？さっき いたじゃん、一緒に。どうしようどうしよう、合わないと思う。普通って言っとく？本人が合わんっていうのにバッチリっていうのもおかしいよね。普通かな。そうですか。私が思っているより合うのかもしれませんね。そう、もうちょっとね。もうちょっとなんか、一緒に何か遊べばいいと思うよ。どれをプレゼントしますか？あ、じゃあ歌を。どれ歌ってないっけ？え、あと一つかな、もしかして。ヘビメタ言ってないんじゃない？マサオさんとヘビメタ。ちょっと想像がつかんけど。じゃあヘビメタあげます。ほい。どうぞ。歌ヘビメタをプレゼントしました。よし。お、なんだなんだ？ニュース速報。ミーニュース、どうした今度は。音楽動画グループを募集中。なにそれ、本当に10人の間でユニットができるんやない？へー。あー、今までみんなバラバラやわ。ただ目立ちたいだけの人。え、いいね。今度アイドルグループ作ろう。どうもありがとうございます。今日も平和です。だね、今日も平和だよ。毎日平和でいいよ。ってことで、
平和なところちょっと悪いけど、ヘビメーター歌ってもらうよ。はい、歌ってくださいまし。呼び声、あ、かっこいい。もう超かっこいいんですけど。いいね、いいね。かっこいい。めっちゃヘッドバンしよるけど。え、後ろの絵超怖いんですけど、何あれ。化け物。おお、すげえ。めっちゃもう膝ついてたし。おお。とりあえずこれで歌は全部の種類出たってことやね。あ、なになになに、かわいい、かわいい。二人で何、山作ってる。いいね、いいね、それ。え、めっちゃいいやん、仲良しだ。ちょっとこれさ、くるって回ったりとかできんの？向こうから回り込んだりとかできんのや。へえ、なんか浜辺ってさ、ただ座って話したりとか、こうなんか、はははは、うふふふ、みたいな。ちょっと今気持ち悪かったけど、走り寄るだけかと思ったらこんなんもしよんやね。ちょっと私は、住人たちの様子を遠くから、盗撮。あ、ちょっと、掘って掘って。アキちゃん掘って、そうそうそう。はい、いいよ、いいよ。怪しい人。ん、屋上にも誰かいるの？じゃあちょっと屋上に。屋上、屋上。はい、屋上に行く。え？え？ん？何をやっているの？何をやっているの？ええー、何、どうしたの、どうした、どうした、何、何、何、怖いんですけど。なんだ、景色を見ているの？そんな台まで用意して。みんななんか行動が面白いね。ほい、ミーニュース。クラくんだ、クラくんだ。ほいほい。歯磨き粉に新しい味。刹那製薬。しかもタコス味。刹那さん。刹那さん、社長だったの。まあね、新しすぎるよね。評判上々なんだ。え、もっとさ、いちごとかさ。ね、いちごとかメロンとか、そういうのにしようよ。お、ももちゃんは好きみたいだね。あきちゃんはなんか、どうした、なぜ。どうもどうも。お、なんだなんだ、噂話。え、え、キング宇宙人だったの。え、待って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 、その反応何、その反応が嘘。え、嘘だよ。いや逆にさ、いや逆に今のチャーリーさんの方にびっくりするやろ。どういうわけか、お宝ホラガイを拾いました。ホラを吹いたからってこと？ほい、ということで今回はこの辺で終わろうかなと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。